レゾエクスプレスメトロプリタン、通称 REM は、カナダの都市モントリオールにて建設中の都市鉄道である。高速大都市圏路線網を意味する。レムとも呼ばれる。建設中のデュカルティエ駅2016年6月15日に建設計画が公表された。2018年4月より建設が開始され、最初の路線のブロサール駅モントリオール。 中央駅間が2022年に完成予定となっている。モントリオール大都市圏鉄道網のドゥ・モンタール線の路線を改良した区間を中心に南岸のモンテレジー地域やモントリオール国際空港、ウェストアイランド地区との間に新規に路線が建設され、電化方式の自動運転で運行される予定となっている。モントリオール中心街とモントリオール国際空港とを結ぶ 初の空港連絡鉄道になるほか、既存の路線区間において、日中10分間隔前後での運行が予想されており、現状1時間くらい1本の本数からは、大幅な増便となる。また、交通が不便なウェストアイランド地域との交通活性化につながるとして期待されている。セントローレンス川南岸のモンテレジー地域のブロサードを起点に、新たに建設される新シャンプラン橋で、 セントローレンス川渡りモントリオール市街地に入って、モントリオール中央駅に接続。ここまでの区間は、新設路線となる。ここから先は、近郊鉄道として運行されているルモンタール線を改良した区間を走る。途中のモンロワイアル、トンネル区間には2つの地下駅が設置され、モントリオール地下鉄との乗り換え駅となる。途中3方向に分岐し、 ドゥモンターニュ線のドゥモンターニュまでの区間は既存の路線を改良して運行されるが、モントリオール国際空港、サンタンヌ・ドゥベルビューまでの路線は新たに建設される。1路線、2支線で構成される。南岸イコールドゥモンターニュ線、サンタンヌ・ドゥベルビュー支線空港支線ケベック州拠点の SNC ロベリンとフランスのアルストムが受注し、メトロポリスシリーズ240両が製造される予定。 ありがとうございます。